町に一軒しかない本屋があるんです。で、そこの本屋はもともと純文学とか囲碁とか本とか、その町は、サブカルを禁止してる町で、サブカルを見ると不良になる転校生、そのサブカルをずっと受けて、親から例えば何だろう、コブラ会のことがちゃんと分かると、コブラ会もう二十歳なのに理解できちゃうとか、町の何て言うんだ、そのまあおじさんとかおばさんとか、その文学を守る人たちとの対立をしていくという話、血で血を争う戦いをすると。で、おばさんとか、その何だろう、おばさんというか、何て言うの、そのなんて言うんですかね、それ保守的な人、保守的軍団というか、が武装とかして